What's up, everybody? ディオスケです。ということで、今どこにいるかというと、じゃーん、この青空と広い空ということで、今俺たちがいるのがロサンゼルス。またアメリカ来たよ。ヨーロッパ南米回ってきてるんで、南米から日本に帰るときはアメリカ経由で帰りますんで、その最後の日ということで、まあ、今回も長い旅路のね、もうほんと最後1日の、今様子をお届けしたいと思います。楽しかったね。今回も最高やった。俺のこのチャンネルのアメリカの動画といえば、結構ね、意外に人気なのがアメリカの食シリーズ、そしてこのファミレスシリーズということで、結構いろんなところのアメリカのファミレス紹介しようと思うよね。まあ、代表なところで言うとデニーズとか、まあ、他にもいろんなのを紹介してきたんやけど、今日はね、日本には全く進出しない、1000店舗は行かないけど、結構いろんなところにあるね、あの気になるこのファミレス、しかも食べ放題の場所があるっていうことで、アメリカならではの空気を感じるファミレスになると思うんで、今日はそこに行って飯を食いたいと思う。お楽しみに。よっしゃー、そろそろ着きますぜ。赤い看板っぽいのがね、多分見えてくると思うんですけど、左方向です。続いて目的地は左側です。ここですよ。あ、見えてきた。ここです。じゃじゃーん、すごい車の量なんやけど。 OK、 行きましょうか。お腹すいた。ここ、じゃじゃーん、ゴールデンコーラル。でかいね、お店自体が結構でかい。すごい大きな文字でビュッフェ&グリルと書いてあるね。じゃーん、ここがね、結構全米中に43州にもわたって展開してるらしいよね。で、まあギリギリ500店舗ないぐらいだから、結構大きいファミレスチェーン店。え、いきなり飲み物。あ、ランチ。ブレックファースト15ドルで、ランチが 15.49。 もうそういうメニューしかないんや。でもうあれなんや、ここで、え、ここでもう水でいいんだけど。けいちゃんは水。どっちがいい？これがいいの？すごいね、いきなり、いきなり飲み物なんや。うわー、ハロー。年齢によっても違うんやな、シニアとか。あと4歳から8歳、9歳から12歳も値段変わってる。あ、そうそうそう、3歳以下はね、フリーなんやね。あ、2。Two adults? Yes. And one drink? 36.60? Yes. Okay. Go ahead. すごいね、3歳以下ただって、それは家族連れはありがたいよね。 Okay, thank you. Enjoy. すごい。うわー、広ー。おー、あっちに行こっか。すごいダイナーな感じやな。へー、面白。すごいスムーズやな、動線が。なんかファミレスやな。めちゃくちゃファミレス感。へえ、面白い。なんか150種類ぐらいメニューがあるらしいよ。すげえ。早速行ってみますか。ね、この時間で1人15ドル、 15.49 で、飲み物がつくとプラス、ケイちゃんが飲み物プラスで3ドル。そう、飲み物の人は、まあ、ドリンクバーみたいな感じでプラス3ドル。で、俺は水やったから言われんかった。そうだから、飲み物付きで 18. いくらみたいな、まあ、2700円ぐらいで、飲み物なしやったら、まあ、2500円いかないぐらい。まあ、それは食べ放題やからな。メニューによるよ、メニューの種類とクオリティによるんで。
早速行ってみよう。ちょっと一旦全部見てみる。すごいんやけど、何これ。何、あ、綿菓子。あ、本当や、すごい。あ、ピニャコラーダコーク。うわ、何これ、スーパーアメリカンケーキやな、見てこれ。うわうわ、すっげえカロリーが高そう。アップルパイだ。あ、そうやな。うわ、何これ、カップケーキ、アメリカ人大好き。あ、見て、こっちはアイスクリームがある。ほら、これ作れるんや、コーン。これでやれるんや。おー、これでゴンゴンゴン。これファミリーできたら楽しいね。なんかチョコフォンデュみたいなのもあるみたいよ。ここが揚げ物コーナー。うわ、フライドチキン、揚げ物、ハッシュパイ。これがキャロット、人参、あ、すごい、ブロッコリーとかもある。これキャベツだ。これキャベツとか、あとなんか、お、お肉だ、ロースト。あとアメリカ人大好きポテトフライとか。あ、なんかポテトフライも2種類あるんやけど、これとこれで。アメリカ人大好きスーパーカロリーマッケンチーズ。うわ、出た、けいちゃん、やっぱりありますね、ピザ。あ、でも美味しそうなピザやね。なんかザ、このアメリカンのちょっと太めな感じのピザ。すごい種類が。あ、これパスタだ。これがペンネで、これミートソースとか、あとチキンポットパイ。はあ、食べたことないパイ。で、これほら、チキンや、グリルドバーベキューチキンやって、美味しそう。とビーンズとか、なんかすごい種類ほんと豊富やな。なんか思ったより、申し訳ないけどちゃんとしてるな。美味しそうな、このトーストとかもあるし。で、こういうグレイビーと卵。パンケーキ、うえー、メープルシロップ。すごい種類なんやけど。これ何？出た。うわ、本当や。え、何これ？こんな感じで。すごい種類やな。あ、ライスある。トルティーヤチップスやって。やっぱこのメキシカンの人用とかのメキシカンメニューもあるね。これタコス。うわー、でこっちがメキシカンライスとか。美味しそう、この辺俺が食べたい感じの。うわー、美味しそう、チキンとか。でこれがホワイトライスやって、まあ日本米とは違う、ちょっとタイ米っぽい感じやね。でこっちにはベイクドフィッシュにイエローライス、サフランライスみたいな。食べよう。あ、ハンバーグみたいなのもある。どうした、すごい種類ね、スープが。美味しそうなスープストックみたいなスープが一応わーっと。これを見て、ベイクドポテトやって包まれとる。この辺が、あ、フルーツやね。うわー、へー、なんだこれは、スナックかな。これ何？ソースやドレッシング。あ、こんなにあんの。こんなにソースあんの、すごくない？これサラダソースってこと？あ、すごい、なんかちゃんとしてるな。あとこのチーズとか、すんごい種類だ。そこがサラダバーみたいな感じ。あー、意外に。おー、サラダ、なんかホテルのビュッフェみたい。すごいちゃんとしてるわ。これ、まあ、端っこまで来たんやけど、すごかった。ここからブワーとあっちまで、確かに150種類ぐらいはありそうなぐらいあるね。早速取ってきますか。給食っぽい、給食っぽいな、確かに。お互いじゃあ取ってきますか、ちょっと。あ、じゃあついていこうかな。サラダを取ることにしたらしいです、ケイちゃんは。こんだけサラダあるのありがたいな。
だってサラダバーだけでもアメリカめっちゃ高いもんな。まあちょっと新鮮かどうかちょっと分からんけどな。いやでも見た目結構調べてもいいよ。生野菜っぽい。うん、全然。ブロッコリーは生です。あ、茹でてない。アメリカあるある。すごいガツガツ入れております食べ放題からね。楽しいな。すごい格好で撮っとんの無理だよ。止まらんやん。もう全てを入れている。あ、ソース？ソースすっごい。待って。うえー。すごい。こんな日本ない。うえー。ハーフ&ハーフにしよう。あ、これタコソースや。大好き。うわ。サラダはヘルシーでもソースでカロリー満点。ヘルシーケイちゃんの次は俺です。男飯。これがね、メキシカンライス好きなのよ俺。このメキシカンライス取ります。ちょっとまずね、どんな味かわからんので、ちょっとずつ取ろう。このビール、いや、ちょっとタンパク質のために。どう、これ見て、このチキンがうまそうだよね。バーボンストリートチキン。チキンを取っておきましょう。そうそうそう。あと白米、いや、これもやめとこう。これもうまそうだよね。これサフランライスみたいな。イエローライス。本当だ。残念。この辺はもうカロリー爆弾やな。あ、このちょっと卵いただきましょう。あ、これなんか、でも大体この卵何の味もないんよな。で、あ、これアメリカンがさ、これザアメリカ人が好きなビスケット。ちょっとごめんなさい。これは入れますね。ちょっとペンネも挑戦してみようかな。これ。パスタウィズスモークとソーセージ&チキン、ちょっとだけ味見してみましょう。と、なんか野菜を入れて、でこれなんかグリルドバーベキューチキン。本当はね、こういうちょっとアメリカンチックのやつを全部乗せたいんだけど、ちょっとねヘルシー思考なんで、ごめん。その方があのエバイ的には面白いやけど。これ何、これ、なんかステーキもあるって見たんやけど、なんかないな。一旦こんなもんかな。おかえ。5 minutes. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. What taste for the chicken? Fried chicken. あ、フライチキン。あ、okay. Okay. フライチキンがあと5分で炊き上がるらしいです。っていうか、何このさ、何これ。二人とも取りました。とりあえずね、とりあえず。取りました。見てお互い取りました。ケイちゃんすごいね。え、特製絶対美味しそうやな。これでアメリカで15ドルはちょっと安いよな。そこら辺のさ、ウォルマートとかで買う、うん、サラダより全然フレッシュ。まあね、なんかね、ステーキがあるって見たんやけど、ステーキ、もともとここがステーキハウスとして始まったよね、うん、50年前ぐらいから始まったやって、で今では500店舗近くみたいな。コロナのせいでね、結構バーンと潰れたらしいんやけど、ちょっと今盛り返してきてるらしい。やっぱりこう家族で来れて、子供も喜ぶ、子供も大量にね食べれるんでありがたいってことで、まあファミリーに人気と。じゃあいただきましょうか。いただきます。これはチキン。うん、あ、このチキンうまい。うん、あ、日本人好きな味。どう？うん、おいしい。おいしい、うん、パサパサしてない。全然みずみずしい。ちょっとこのメキシカンライス、そんなやな味付けが。なんかテキサスのバーベキュー店で大好きなメキシカンライスがあって、それがうますぎて、そのイメージが先行してるから。米がやっぱこう、やっぱ違うんだよね、日本と。太めというか。でもこのね、このチキンはおいしい。うん、うん、めっちゃ美味しいよ。食べてみるこれ。うん、うん、美味しくない。ウスターソース味の甘めのチキン。日本人、日本にありそうな感じじゃない、うん、え、美味しい。めちゃくちゃ美味しいよね。なんか、なんていうの、そぼろ丼っぽい感じ、うん、ちょっと照り焼きっぽい感じ、うん、甘い感じ。このなんかローストされた、ローストされたお肉。いただきます。
うん、あ、これローストうま、え、全然うまいんやけど、うん、値段的にはちょっとね治安が悪くなりそうだ。結構アメリカって本当分かりやすいから、正直ちょっと安い店とかに行くと結構治安が悪かったりね、客層がちょっと心配あったりするんやけど、まあ、今んとこ普通やな、まあ、でもやっぱりすっごい綺麗めな人ばっかりかっていうとそういうわけではないね。だからメキシカン系の人が多い感じです。スペイン語がすごい聞こえてきたり、あとちょっとこう黒人系の方とかやっぱそういう方も多いけど、いやこの味のクオリティは全然いいわ。正直アメリカでさ15ドルとかってランチでも安い方やん。それが食べ放題でこのクオリティやったら、プラスチップ込みやろ。あ、チップも入ってるな、確かに。で飲み物もつけれるし、で最後やけどまだねデザートとかも一応あるし、3歳以下無料やし、うん、これやシニア割あるし、3歳以下無料すごいな、うん、だってこれメニューさえ選べばねすごい健康的なもんも選べるんで、うん、ペンネも食べてみましょう。パスタ、うん、美味しいぜ。味がないぜ。アメリカで本当パスタって本当美味しいとかあんまないよな。正直どう、野菜は本当に美味しい。美味しいんや。ウォルマートの600円サラダやめたいぐらい。ホールフーズとどっち美味しい？え、でも君一緒ぐらい。本当に？本当に私には全然違いが分からん。デリ系はホールフーズ強いけど十分。やっぱ出来合いのお弁当とかサラダセット頼んでもちょっとやっぱ保存料の味がしたり、ちょっと出来合い感が強いからあんまりやけど、これは超フレッシュ。ドレッシングも選べるしな。サフランライス美味しい。めっちゃ食うアメリカ人にとったら天国や、うん、いろんなファミレス行ってきたけどなんかこういうスタイル初めてやな、うん、ビュッフェスタイルは珍しくない。で朝食、昼食、夕食で値段が違うってことは多分全部メニューも若干違う感じになってると思うよね。もう夜でも1人3000円やからかなりアメリカの中では本当にかなり安いレストラン。夜ステーキが祝電するんだもん、うん、多分かもしれないね。値段が一番高いからな、うん、そう考えたら日本のさしゃぶしゃぶとか行って食べ放題とかよくあるやん。いろんな店で2000円とかで食えるでしょランチ。日本天国すぎ、本当やばいよな。ちょっと安すぎると思う日本は。マジで3500円食べ飲み放題とかあるもん。だあるよね。っていうかランチでさ3000円、これぐらい、ん、2500円ぐらいか、食べ放題ビュッフェなんか日本に大量にあるやん。めちゃくちゃうまいやん。そう考えると信じられんな日本は。申し訳ないけど全然期待してなかった、うん、ちょっと、うん、なんかまあ美味しくないかもしれんけどなんか珍しいタイプやから動画にしたいなっていう気持ちできたけど全然良かった、うん、全部冷凍食品系やと思ってた。素晴らしい、うん、素晴らしい、うんうん、いや結構清掃が行き届いとる、うん、あってすごい掃除してくれとる、うん、広いし人少ないけど一人で来てる系の人も多いね、うん、でもさ動画の順番わからんけどアメリカで一番高いスーパー行って、あそことの格差はすごいよな。あそこもなんかスープ一杯でここのビュッフェより高かったから1個3000円ぐらいしたから。でケイちゃんが頼みたかったスムージーがあって、うん、エレボンっていうすっごいおしゃれなセレブとかとコラボしてるスーパーなんやけどビバリーヒルズとかにある。それもスムージー一杯で20ドルやったからここより高いよ俺、うん、このビュッフェより高かったな。すごい格差。アメリカってやっぱそういうのすごいあるからお金がすごい変わる。1杯目はほぼ食べてしまった。個人的にはこのチキンがめっちゃ当たり、うん、チキン美味しい。なんか待たされることもないし楽やな、うん、さっさっさと取ってみて。結構アメリカとか海外あるあるやけど注文したら結構待ったりとかなんか言ってもなかなか来なかったりとか会計とかもすごい待たされたりとかってよくあるんやけど、もう先に会計終わってるしもうパパッと食べてパパッと出れるっていう。これ量り売りもしてたな。え、うん、そうなん。テイクアウト用ってことかな。テイクアウト用もあるんやね。あ、そっか、カップケーキとか持って帰っていいんや。ちょっと2皿目新しいの取ってきます私。すごい焼いてくれとるこのステーキっていうかハンバーグかな。ハンバーグ美味しそう。パンケーキも夜はここで多分ステーキも焼いてくれとるな。この横とかほらグリルがあるもん。ケイちゃんも取っとる。結局2周目取っております。美味しかったやろ。こういう風にね子供連れで来ております。みんなね子供嬉しいよね。
はい、帰ってきました。2周目結局同じのと、あと魚とバーベキューチキンっていうのも取ってきた。スープね、確かに取ってなかったな。いただきます。おいしい、おいしい。え、何？え、朝食べたいパンと。え、おいしい。この魚めちゃめちゃ冷凍食品みたいな味する。たまにあるな。まあ白身魚って感じ、普通のフライ系を頼んどる。フライドオクラ。うわ、スープ味濃くない？見たくないと思う。めちゃめちゃ塩気あるやけど、うん、体には良くないと思う。でも味は美味しい。うん、パンとつけたらめっちゃ美味しいやつ、コンポタージュみたいな感じで。これがバーベキューチキン。うわ、アメリカのバーベキューソースやな、甘い。で、ね、でこれ見て、ステーキが人気な証拠、ゴールデンコーラルのステーキソース。まあでもね、アメリカのステーキは実は今日夜さらに美味しいところ行くんで、今ちょっと2人で話しとったやけど、なんかこの野菜食べたいなとか、ちょっとこのチキンのこういうヘルシーな感じで、なんかアメリカにいるとめっちゃ胃もたれするもの多いから、普通になんか自分が好きなものを結構な量食いたいなと思ったら、15ドルやから全然ここランチありやなっていう話はしてたんやけど、アメリカってやっぱこう明確に境界線があるから、安いところに行かないあの客層とか、やっぱ安いところの客層はこうなってしまうとかっていう、結構日本とはちょっと違う特殊な境界線があって、日本で例えるとどこやろうって今話してたんやけど、あんまないなと思って。日本ってね、どこでも綺麗やし、安くてもうまいし、安いとこでもお金持ってる人とかも全然行くやん。吉野家とかも俺も大好きやし、勝家とかさ、富士そばとかも、立ちそば、立ち食いでもそうやし、日本とはちょっと感覚が違うね。アメリカにも他にもね、こういうスタイルがあるらしいよ。ビュッフェの食べ放、ビュッフェのファミレスみたいな。でもそれの中で多分一番ぐらい大きいのがここ。チェーンしたのがすごいよな。うん、とんでもないさ、食料ロス出てると思うけどな、うん、それがちょっと心配よな。ロスがすごい気になる。でも全体的にちょっと味濃くない？うん、うん、ちょっと毎日食ってたらちょっと体悪くないそうやけど、行ってみたいって思う人も車がないと絶対来れないね、うん、俺のチャンネル、アメリカ在住の方はもう住んでる人も多いんで、他になんかおすすめのファミレスとかあったら教えてほしいな。結構いろんなファミレス調べて行こうかなと思ってるんやけど、うん、この州だけとかもあるもんね。そういうのがなんか楽しいよな、うん、結構アメリカって道走ってて通ったことない州とか、違う道を通ってこの町からこの町に行くみたいな時に、なんかここだけこういう店多いなみたいな。テキサスでいうとバッキーズとかさ、キューティーとか、なんかいろいろこうその州にめっちゃあるみたいなが結構あるから、うん、なんかそういうの知りたいよね。結構有名なステーキ店も、ステーキチェーン店も西と東で、あの東やったらロングホーンステーキとか、西やったらテキサスロードハウスとか、なんかちょっと分かれたりするんで。イサラメもいただきやしたんだ。はい、やバクバク食べちゃうな。ビュッフェってマジ食べ過ぎ注意。デザート取りに行ってきます。てかこれ見て、めちゃめちゃここに書いてある。じゃーん、ほらステーキハウスやって、こんな感じで薪でやってくれとこうかな。ちょっとラストの俺らの締めのフルーツ取ってきたけど、まあちょっと人が増えてきて、いろんな食卓に彼らみんなが取ってきてるものとか見てるんやけど、やばい本当にこっちの人ら、もう大きい人はもうとんでもない、この揚げ物パラダイス。そして茶色いものしか取ってなくて、でも揚げ物からハンバーグからピザから、やばいよな。マッシュポテトにグレイビー、いや、サンキュー。あとデザートやな。問題は結構デザートをみんな取ってる人多くて、デザートもさ、もうあんだけの量が食べ放題やから、とんでもないカロリーの高いものをたくさん大量に取ってたりとか、あとチョコレートソースとか無限に出てくるわけ。もうあれだ、もう危険あれ、ね、こっちの人はもう多分やばいと思う。結構ダメ。いくら食ってもな、値段変わらんから、食べた方が得やんってなっちゃったらやばいよな。お、パインも美味しいやん。うん、うん、甘っ。うん、美味しい、うん、オレンジ美味しい。あ、かわいいやろこ。うわ、リンゴのシロップ好きやった。うわ、食った。あ、たくさん食べました。バランスよくたくさん食べました。はい、ごちそうさまでした。
なんだこれ、帰りにデニーズにもあるな、こういう UFO キャッチャーが。何者ですか、これ取って。ベリー、ベリー、ポケモンやん、さすが。あー、ごちそうさまでした。じゃじゃん、ゴールデンコーラル。どうやった？あー、満足です。あの、予想以上に良かった。コスパがいいな。なかなかみんな来る機会ないと思うけどね、まあ、アメリカにもね、こういうビュッフェスタイルのファミレスがあるということで、まあ正直日本のクオリティに比べたらもう全然まだまだやと思うけど、このアメリカの中ではね、意外にコスパは良かった。他にもいろんなファミレス情報を載せてるので、ぜひ他の動画も見てみてください。じゃあ今日も動画見てくれてありがとう。概要欄に俺たちのアパレルブランドとかね、いろんなもの載せてますんで、ぜひ見てみてください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。See ya! バイバーイ。